はい、今回の動画は Excel で「買いページプレビュー」を使ってページ内に収める方法をご紹介します。 でまあ、前回の動画ではです、ね、印刷をするときに、ね、この1ページにうまく収まりきれない、ね、表なんかをです、ねまあ、1ページに収める機能として、印刷の画面のところでいろいろこの用紙の設定を変えるやり方を、ね、ご紹介しましたけども、Excel では開で、ね、ページプレビューという機能があって、まあ、これは、ね、その名前の通りですり、ね、その開ページをするです、ねまあ、ページを開ページするところの,この位置を、ね、切り替えるものになりますで。この機能を使うことによってもです、ね、このページ内に収まりきれない、ね、表なんかを1ページにこのきちっと収めることもできますので、まあ 今回の動画ではその手順をご紹介しますそれではね、えー、まずこちらの前回のね、えー、動画でも使ったこちらの表ですね、これはね、この印刷プレビューのところで見ると、まあ、前回の動画でも見てますけども、この1ページにね、このうまく収まりきらない、まあ、6ページにわたっちゃってるような表になります。なので、まあ、これをですね、今回は開ージプレビューを使ってですね、このページ内に収めてみたいと思いますんで、開、えー、ージプレビューはですね、まずこの上の表示タブのところですね、こちらをクリックします。 はいえそうするとね、このブックの表示というところの中に、このね、開ページプレビューっていう項目がありますんで、こちらをクリックしてください。はい、えーそうするとね、この画面の方が切り替わってですね、今ちょっと動画だとね、見づらいかもしれないですけど、このね、青い点線が入ってるところ、ここがですね、開ページをするね位置になります。で、この左のところが1ページで、この左下が2ページ目、で、ここが3ページ目で、4ページ目、5ページ目、6ページ目ということで、6つのページに分かれてしまっている状態ですね。 なのでこのですねこの買いページの位置をね変えたい場合は、ですねこの点線のところですね、今この青い点線のところにマウスのポイントを持っていくと、マウスのねこのポイントの形はこの状態からこのね矢印の状態に切り替わりますんで、ここでですねドラッグすることによって、ですねこの買いページをする位置を変えることができます。まあ、ちょっとじゃあここ矢印のところで、ちょっと右に1個ずらしてみましょうかね。はい、そうするとね、今ねここのところが1ページと2ページという形で、ですねもう2つのページにこれがまたがるような状態ですね。でまあ今回はね、その1つのページにすべて収めたいという形を取り ありますんでもう一度このね青いところを一番右端まで持っていっちゃいます。はいそうするとねこれ今見てもらってわかるように、ね、この最初6つのページに分かれていたこの表が1つのページに収まったという状況ですね。でまあ基本的にはねこれでね設定の方は完了なんですけど一応じゃあちょっと印刷プレビューの方で見てみましょうかね。はい、えー、そうするとねこういった形で先ほどね6つのページに分かれてたものがこの1分の1ということでまあ1つのページでまあ、今これ縦方向のね用紙は縦方向でこのね収まったということですね。 はい、えー。ということでね、Excel は標準の画面ではね、どうしてもこのページにしっかり収まってるのかどうかっていうのが分かりづらいので、まあ、今回ご紹介したですね、開ページプレビューを使ってもですね、まあ、こういった形でですね、この1ページに、ね、収めたりだとか、まあ、あとはね、そのね、その開ページの位置をちょっと変えてみたりだとかっていうすることができますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、この開ページプレビューの方もですね、まあ、うまく活用してもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。